日本はですからねあの開国した時点ですでに大国だったんですよあの。10年以内にはもうすでに先進国入りなんですで当時の識字率を見てるとですねヨーロッパやアメリカは3割とかそんなもんですよヨーロッパはもっとひどい,いかもしれない韓国ゼロに等しい、えー、ところが日本はほぼ全員字が読めたんですね。 ですから、あの、あっという間に、全国民が富国強兵とかいう、まあ、スローガンを。使ってですね。あの、近代化することができたんですよ。それで、結局、あの、ロシアが。南下してきて。まあ、満州とか、韓国とか、取ろうとした時に。ロシアと戦争した、して、勝ったんだよ。これは、西洋、の。 諸国はびっくり仰天まさか汚職人種はですね西洋人に勝てるんだなんてでびっくりしましてねですけどね日本はもうそのすでにその時から大国なんですそれで、ね、ちょっとね頭がでっかちになっちゃっていろんな過ちを犯して第二次大戦になってお見事見負けましたけどね <laughs> でまあそのはんその辺の話はあの詳しいことを聞きたいと思えば歴史の本を読んだり僕の、えー 本がたくさん出てますから、確認ください。<laughs> で、あのところがその戦争が終わった後でですね、あの、えー、GHQ がですね、GHQ というのはマッカーサーたちがですね、洗脳政策を広クリ広げたんですよ。これはですね、ウォーゲルトインフォーメーションプログラムと言いますけれども、これ洗脳政策で日本のマスコミを使って日本人に自虐 士官を、えー、植え,植え付けるのが目的だったんですよ。で、これは最近、えー、そのような一次資料も出てきてますんで私それについて本を23冊書いてますけど、うん、お見事ね日本人はプライドをなくしてるんですよ、うん、日本が大国だと思ってないみたいですねでも大国なんですよ。第一人口は僕が日本に来た時に人口世界で第二位なんだったんですよ。 で人口密度も世界一だったし今はね人口は他のところが大きくなったあ第2位ではないなあとにかくね1億2500万人でしょだあの決して小さい国ではありませんだってロシアだって5000万人ぐらいでしょフランスだってそんなもんでドイツだって8000万人でしょだからねあの人数もそうだし識字率というか教育程度は世界一のクラスに入りますし。 あの平和だしまあ第二次大戦もやっちゃったけどそれ以外には長い歴史を通してずっと戦争はないんだしね。であの水準があのついこの間事件があったんですけど韓国とサッカーの試合をやった時に。 試合が終わった後で韓国の選手がテーピングを取ってそのままピッチに捨てちゃったんですよ。でそれ日本チームが猛、えー、抗議してしまいました。これありえないんです日本では。日本の場合です、ね、あのサポーターたちが自分の席の周りのゴミを袋に入れて持って帰っちゃったんですよ。アメリカでは考えられない話なんですけどもこれあのブラジルのワールドカップの時にもこれが外伝で広く。 あの報道されましたけどね。そういうあの人に対する気遣いというか、風を読むというか気が利くっていうか、あの英語になかなかならないような <laughs> 表現なんですけども、これがしっかりとあるわけですよね。あのアメリカの個人主義も素晴らしいものではありますよ。よ、えー、ですけれどもね。個人主義っていうよりは集団主義と,ということでもないんですよね。要はなんからですから、風を読むとか。 えー、気が利くとかいうことで自分は自分だけどもみんなと一緒に生活してるという、えー、人に迷惑をかけないのが美徳であるとかですねこういうのがしっかりあるからねとてもありがたいですよねまあそれはね独の社会でもね逸脱してるやつはいますからねあれですけどおおむね日本はそういうものなんで,、ね、で日本はね。 ところがね日本は性善説がものすごくあるんですよでそれは日本国内ですとね性善説は通じるんですよ性善説って分かります性善説っていうのはね相手がいい人だという相手はあのいい目的でえいいあのこっちに良くして良、えー、くするつもりで行動してるっていうふうにこう推定することですね性善説っていうのは でそれ日本国内では非常に通じるんですけども国際関係となりますとね全く通じない考え方なんですよ。それでえ日本が悪いんだって言われると「あそうか悪かったのすいません」ってすぐ謝るんですよね謝らなくていいのに別に悪くなかったかもしれないしでそれを悪用している近隣諸国があるんですね。 今は、あの名前はあえて言いませんけれども、まあ。あの、泳いではいけないけれども、ち、あの遠くはない。<laughs> そういうような、<laughs> そういうような国があるんだ、えー。これがですね、日本の外交の大きな妨げになってるんですよね。日本のいいところは、実は外交においては。悪い影響を与えるんですよ。ですから。謝れって言われたら、謝るんですね。謝らなくてもいいのに。 とかえー、あのうん何て言うんでしょう相手が嘘をついてもそれを追求しないとかねまあそれから水に流してはいけないものを水に流してしまうというあのそのような、えー、傾向があるんですよ。ですから今の外交においては 非常にそれがあの邪魔になってますけどもただ安倍政権になってからは安倍さんもアメリカにアメリカの大学行ってますからねあのよく分かってますしおじいさんもお父さんもね政治家だったもんですからこれ分かってるんですよであの割合それでも、うん、僕はまだ不満ですけどでも意外としっかりと日本の立場を世界中に訴えている。で 国民はあのおかげさまでその,あの洗脳政策のおかげで自虐史観をしっかりと植え付けられてるわけなんで日本はダメな国だとは言わないけれどもでも愛国心を表現してはダメだと思ってるんですよね。愛国心も持ってますよ。持ってるけども表現してはダメだと。 それから憲法が変な憲法だっていうのは分かってるけれども憲法改正とまでは言わないまあうーん理想的なものではないけれどもまあいいじゃないかというこういうこういう感じですよねあのその辺あの安倍さんはしっかりと僕から言わせればやるべきことをやろうとしているということがちょっと保守的な部分 保守的というかうそういう自虐史観というとちょっと言い過ぎかもしれないけども、まあ、自分の国を誇りに思うことがどうかなと思っている人たちにとって安倍さんは何だよというあの存在になってますよね。ですかから日本ののとというか政治というう政治よりはこの 日本国の在り方自体がですね今問われてるんですよなんだけどそれ考えたくない人が多いんでその辺私は最近本に書いたりしてますちょっとあの分かりにくいかもしれませんけどここで政治番組やってもしょうがないんであのただ私が思うにはその日本っていうのはそういうあのもう戦後70年も過ぎましたからねそそろそろこれからの日本は あの、今までアメリカについて行った、一旦行くだけで良かったです。けども、これから日本自体はどうしたらいいのか、考え直す時代に到達したんじゃないかなという感じがします。日本において、将来的にどのような役割を担いたいと考えていますか？ああ、私は別にあの総理大臣になればと言われるんだけど、市民権ないし。<laughs> あの僕はオブザーバーであの評論家というか。 まあ、ずっと日本のこことアメリカのここどっちがどうだっていう、まあ、そういうことを楽しんできましたからねそれまあそのうちあのそれ続けると思います非常に非常に曖昧な答えなんですけど特にこれといったあれはないんですよねそのうち年が空いてしまうんでまだ若いですけどねはいまだ若いですよ、ねはいま